でもディズニーって配信するとバンされるらしいよ。あ、横山みどりのせいでダメ。あの人ってそんな、あの人がディズニーの歴史を変えたの。そんな大物だったの、横山みどりさんって。やばいやばい、俺が、やばい、遊戯王のまとめ動画見てたのバレちゃうじゃん。横山みどり、東京ディズニーランドに潜入し無断で配信、警備員と鬼ごっこするも捕まりできん。最悪だ。2013年、10年前か。俺マジで初見だわ、これ。警備がなんか。だってさ、これ抜きどころメーター見て。あんなに警備強い。絶対ここで追いかけられるだろう。ほらもう明らかにここ勃起してるじゃん。そこの警備員がうろちょろしてんだよ、あっちに。給料5500円です。はい。かっこいい。音ちっちゃいとか元々がちっちゃいなこれ。いけそうですよ。おお、あ、もう潜入配信みたいな感じなんだ。すいません、やっぱりドタキャンでお願いします。こちらの方からご案内いたします。ドタキャン、あ、まずこれ入り口で止められてるのか。そう、これは いわばあのパークの鬼ごっこでもありますからね。鬼ごっこ、あ、うん、もうあれか、あの、多額の賠償金をかけた鬼ごっこが始まってますから。あ、もうじゃあなんだろうね、やっちゃいけないってもう認識した上でやってるという悪質な行為なんだこれ。回避の天才って呼んでください。はい。あ、しかもちゃんと覆面かぶってちゃんと言ってるんだね。横山みどりとして言ってるんだ。警備員かと。すげえ。ちょっと待って、これアトラクションも映していいのこれ。アトラクションとか余計ダメだろこれ。これ It's a small world だよね。懐かしい。なんかこれ最後の見送りの人形みたいな感じで、これ俺もついでにパンされそうだなこれ。配信もまずいよこれ。じゃあここか。そのなんだろう、ツイッチでバンされた人の名前を出すとその人もバンされるみたいな。まだ撮ってらっしゃいます。いや、切り方が分かんないですよ、これの。これの切り方が。どうやって切りゃいいんですか、これ。あ、先に謝っときます。ガジェット通信の皆様、あの、この度ご迷惑をおかけしてすみませんでした。切り方が分からないんですよ。ちょっと詫びるところがあるとするならば、ちょっと保険証を出してしまいまして、どこに、バイトって言ったんですけど、ごまかしがつかず、思わず、ガジェット通信で働いてますって言っちゃって、深見並びに西村博之取締役、本当にすいませんでした。ちゃんと、はい。ひろゆき、西村ひろゆきさんも巻き込んだ形になったのか。お願いいたします。オリエンタルと、ちょっとうまく仲良くなってください。これをきっかけに、うまく交渉して仲良くなってください。東京ディズニー。これ、オチもちゃんとついてるんだな。この後がおもろいね。そうなの。ミランド様、再三にわたる、記者からの、誓約書が書かれてるんだ。あたりも関わらず、次の行為を行いました。2017年4月11日、始末書みたいな感じかこれ。僕がさ、ここね、緊張してね、ニコニコ、ここ、ニコ動画って書いたらさ、これ発見してね、直させられました。バツって、間にミって入れて、ニコニコ動画での、ニココ。生中継をしたって。書き直し食らっちゃってさ、ほんで、私は上記の行為につき、本書を持って深くお詫びさせていただくとともに、今後、ね、ほんで、ここですよ、怖いのは。いかなる種類のパークチケットを提示しようとも、パークに入園できなくなること。つまり、一生、じじいになっても、ディズニーランドとディズニーシーには入れなくなっちゃったんです。永久に。あれ？永久に、ちょっと待って、足を踏み入ることが、できなくなっちゃったの。弾丸論破出ないこれ。それは違うよ。東京ディズニーランド、ファンクラブ、ファンタブル、ディズニーの入会もできなくなった。おかしい。全部。なんか。全部です。ちょっとおかしい。はい、もう、オリエンタルコーポレーション、別人格か。オリエンタルランドさんからは、破門されました。どうぞ。
ちょっとガジェット通信さんとオリエンタルランドさんをちょっと喧嘩させちゃって、ちょっといろいろと。あの、関係あるの？はい、あのガジェット通信の名前出しちゃいました。どこで？オリエンタルランドで。あ、今放送中？はい、放送してます。どうすんのよ。なんか怒ってるって聞いたんですけど、怒ってません、別に。大丈夫ですか？これひろゆきなんだ。いや、怒るっていうか、もう、あかんなと思って。すいません。嘘です、あれは。あれは本当嘘です。どうかお許しください、本当に。本当に嘘です、あれは。二度としませんから。二度としませんから。本当に。でも、もう、ひろゆきっぽさないよね。さよなら。ひげおやじさんとか？はぁ、すげぇ。なんか俺もやっぱりそんな、なんかね、あんま、なんか結構自分の中で結構人道的ではないことをやってきたなっていう自覚はあるけど、やっぱスケールがでかいよな。